かね、親が都合のいいように使うときと使ってないときがあるって言って、うん、これをゲームしてくれればご飯が作れるときはいいものになるのに、うん、子供がやりすぎてると思ったら悪いものになるのに、うん、そう、それはやっぱり一貫したものもなるので、だから大事だね。まずは自分から。自分は自分なんですから、時間を決めるんだったら自分も時間決めないとさ。そう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 だよね。子供が今帰ってきて宿題終わって30分見ていくとくらいテレビないとか、だからその30分は私も家事とかの30分で見ていいことですよ。ピピピピとかってなったら自分はやめるようにしてるし、うんうんうん、なんかついつい続きが気になるけど、うん、大人だけいいってことはないから、そうそう、だからっとね、だけどほらちょっとさ、さっきのせいくんみたいにブースケもあるの、なんか絶対今押しないよね、絶対今押しないよねって思うけど、うん、ほら自分もそういう時があるから、だからそこも、うん、あ、あったよねって、そんな日もあるよねって言いながら、早くも言わないで、なんか自分で決着をつけてるから、まだ許せてくるんだよね。そう、許せてくる。自分もだって分かるから。そうね。そう。ね。すごい、すごい、そうか。なんかさ、うちの息子にさ、多分私声かけてんだろうね。せいちゃんって。そんな辛いんだったらそこを自分を殺さないでいいよっていう風に言うの、うん、え、どういう時に？なんかそんなに殺す時ある？殺す時あるよ、自分。うちもちょっとなんか結構しっかりめの方、うん、長男とかってそんなことない、しっかりめに育ってて、うん、なんか宿題とかもなんか別にいいじゃんって話は言うよ。なんかもういいじゃん、してなかったんだから、昨日疲れてしてなかったんだから、まあそういう日もあるからって、うんうん、今日は行けばっていうんだけど、ベラするんだなって戦いながら宿題するの。じゃあだからその時はすごい、じゃあこういう気持ちになりたくないんだったらちゃんと夜しようねっつって、そこで子供はママだから明日はするみたいな、今日の夜はちゃんとするぜみたいな感じで言うの。だから一応子犬としてはそこはもう無理しないでいいよっていう風な話をしてて、で今朝ちょっと私ちょっと今週ちょっと忙しくって、なんか旦那さんが今朝はお弁当がいらなかったの、会社が出す日だったから、だからお弁当いらないよって言われたから、もう朝ごはん出しかたって寝てたの7時ぐらいまで、でだけどバタバタしちゃったの、洗濯物今日ここに来るためにバタバタってしてて、でせいのすけがお母さん7時まで寝ちゃったからねとか言ってて、7時じゃなかったかもな、6時だったかもね、6時まで寝ちゃったからねっていう話したら、いいんだよ寝たい時は寝てお母さんって言われて、体に素直になるよって言われて、大事だったなみたいなそういう言葉が来るっていう、ね、そういう言葉が来るってことは多分私声かけてると思うから、嬉しいね、よく見てるし、ね、聞いてないよね、聞いてたりするじゃん子供。あ、まあ、そういう意味でした。おっ。